きチャンネル。ジョン。さあということで第3回日本プロ野球目指してるっていうね、あの野球選手の中から逸材を発見していこうというところで、今日はこちらじゃんね、素晴らしいベンチです。はい、何笑ってんの。素晴らしいベンチや。いやー、なんか感じますね。感じる。はい、久しぶりに来たね。来ましたね、うん、こんな広いところに今日はここに逸材を、はい、そうですよ。しかもお前ちょっと考えろよ、いつも俺が運転してきてるやんけ。ありがとうございます。ハイヤーとかタクシーとか出えへんの。なんなんこのローコス。経費削減ですもん。のんきにお前ら後ろ座ってるけど。ははははじゃないんだよ。いや、いいですよ。僕らはこう逸材を探すのが僕らの役目なんで。そうなん、はい、でもあれやろ、今回もお前らが探したわけじゃなくて応募してきてくれたんやろ。結構早めに応募してください。そうなん。はい、あの動画見てて、うん、早めの早め、早めの早めです。僕ずっと決めてたんですよ、この方には絶対会いに行きたい。最初から最初から決めてた。決めてました。いや、そらくさん気持ち嬉しいじゃないですか、あの動画どこですぐ連絡。うん、そうやな。はい、ということでお呼びしましょうよ。うん、じゃあぜひどうぞ。お、失礼します。失礼します。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介を。はい、広重と申します。よろしくお願いします。広重さん、はい、何歳ですか。今28です。今までの野球経歴は、高校卒業した後にアメリカの大学で、少しやった後に、うん、また日本に戻ってきて、24歳からこの埼玉大学で4年間大学野球やってました。大学野球、はい、お、あ、そうだもんね、年齢関係ないもんね。一応、うん、僕のチーム今43歳の大学生もいるんで。で、野球 やってるんですか。でも代打で出て、うん、あのちゃんと公式戦でヒット打ってました。へ、うん、すごいね。で、今はもう大学野球終わって、ちょうど終わって、うん、はい、でもアメリカは大学でアメリカ行ったんですか。そうです、はい、で、あっちで、じゃあカレッジのカレッジです。野球やってたんですか。はい、どうだったんですか、アメリカの。アメリカ野球めっちゃ楽しいっす。あ、じゃあちょっとちなみに、はい、何が違うっすか。結構いろんなところでアメリカの野球は無理させないとかどうだとか結構聞きますけど、うん、あんまり直に行ってる人が話聞いたことなくて、うん、ちなみにどうですか、何が大きく違うんですか。そうですね、僕が一番思ったのはそのやっぱ投げさせない、うん、球数をあんまり投げさせ、ピッチャーに関してですけど、うん、あんまり球数多く投げさせないっていうのが一番違うのかなっていうのがまず一つ でトレーニングも結構あの期間を設けて、うん、この期間は何のトレーニングをして、でしっかりとこう順々にこう、うん、何キロまで上げていくっていうので、うんうん、結構期間決めをしているのが一番日本とも違うのかなっていう、まあ、最近やってるところも多いと思うんですけど、うん、でもどうですか、こう日本的にはちょっと考え方で言うと、え、そんな投げ込まないのに、うん、投球良くなんのっていうところはどうなんですか。僕投げすぎて怪我しちゃったところもあったんで、うん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 、僕の中ではすごく合ってました、うん、はい、いい感じで、はい、であれなんですよね、あの期間決まってるんですよね、野球やる。そうですね、何月から何月ぐらいまでですか。4月から11月の間はグラウンドできるんですけど、うん、僕の場合特にニューヨーク州だったので、うん、寒いね。寒いん で12月からもう雪が降ってくるんで、うんうん、11月の終わりぐらいが降ってきちゃうんで、もう野球外でできない、うん、その間体育館で練習とか。ちょっとじゃあ選手によったらその期間違うスポーツもやる人いる。やる人います。僕の友達はバスケとか、うん、アメフトとかやってましたけど、僕どっちも苦手だったんで何もできなかったですけど。やろうとしなかったんですか。やっても恥ずかしい思いするだけだったんで。あの本当に黒人の選手とかめちゃめちゃバスケ上手いんで、うん、もうすぐまた抜きされるんで、うん、恥ずかしいんで。でもアメフトだったら他いろいろポジションあるじゃん。そうですね、うん、もう挑戦する気にならなかったです。もう上手すぎて周りがレベチすぎて、僕はもうできたんでじゃあ応援しに行くか。そうです、そうです、体育館で見てました、うん、で、なんか聞くところによると、はい、去年でも150キロ出たらしい。150初めて到達して、うん、僕の中では55を狙っていけるのかなっていうのは、うん、はい、変化球何投げるんですか。もう全部です。全部投げる、はい、このようにある変化球、それ言い過ぎですけど、まあ、カットスライダーカーブ、うん、チェンジアップフォークツーシーム。アメリカ行ってから学んだやつとかあるんですか。やっぱスプリットです、ね、フォークは一番得意っていうか、うん、得意に ならざるを得ないっていうか、うんうん、フォークで三振取りやすかったんで、うんうん、この笑い方が本物が聞けて嬉しいですこれちょっとあの記者さんにもらってもらったんか、買ってくださいって読めて言わましょう。お願いします。さあ行きましょう。さあ行きましょう。まっすぐ、まっすぐ、はい、真ん中で、真ん中で、はい、三
カーブいきます。カーブ。はい。お。お。おい、ブロッキングも重いよ。ナイスキャッチャー。すごい。いいキャッチャー。まっすぐ行きます。まっすぐ。はい。ちょっと外目で。外目で。はい。おー、ナイスポール。おー、ナイスポール。スライダーで。スライダー。はい。おー、ナイスボール。おー、ナイスボール。64。スライダーいいね。まっすぐ。まっすぐ。はい、中行きます。よし。カットいきます。カット。はい。オッケー。まっすぐ外で。まっすぐ。はい。はい。おー、ナイスボール。おー、ナイスボール。おー、ナイスボール。35。カーブいきます。カーブ。はい。最後。はいよ。もういっちょ、もういっちょ、はい、オッケー、オッケー、全体的に回って投げてるから、はい、もうちょっとこっち側に来るよ、そう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 、ここでここで、ね、完結してるから、はい、もう一つかかってないんだよ、そのバランスがいい時以外で、若干速くなると抜けるから自分で引っ掛けたりとか、そのまま抜けちゃったりするから、もうちょっと回るんだけど、キャッチャーの方に出ていきながら回る。ああ、出ていきながら、出て、そう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 、ちょっとこの横の幅が、横で横に回る、この投げてる、こういうイメージすぎるから、その離れるまでの力よりロスパワーしてんだよね、ボールに伝わるのが。だからもったいないから、もうちょっとホーム側に、そうそう、自分から行くイメージの中で回るの方にしたら、もうちょっと体重乗るから、そこもうちょっと意識してちょっとやってみて。やってみます。お願いします。もっとこっちに、こっちに、はい、俺の方に向かって、はい、前に前に。了解です。じゃあまっすぐ行きます。そう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 、そう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 、今の感じ、今の感じ、もう一丁、こっちに、こっちに、はい、そう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 、ありがとうございます。その方がこの幅で安定すると思うんだよね。そうですね。もう一丁、そう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 、そっちはもうミスコントロールしにくいやん。そうっすね。で回転も良くなるし、今の勢いでじゃあカットかなんか投げてみて。はい、スライダーか、今のフォームのまま。じゃあスライダーいきます。惜しい惜しい惜しい、今の回ってる、惜しい惜しい惜しい、今の回ってる、はい、曲げようってする意識いらないから、はい、同じようにまっすぐまっすぐ、そしたら勝手に曲がるから、はい、スライダーいきます。
そう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 今の感じ今の感じ今いいね今の今の今の感じ今の感じすらでそう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 そしたらまっすぐ来て曲がるからバッターがまっすぐだと認識しやすいから、はい、今までのはこう曲がるから曲がるのが早いのよそしたら緩むし曲がるの早いし曲がるの緩むからバッターが見逃しやすいいいとこ来た時になるほどだ今の今のまっすぐ行っていいですかあまっすぐ、はい、同じような感じではいそう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 そしたらどんどん手が体の近く通っていくから、はいはいはい、ボールが見にくいのよ、はい、めちゃくちゃ出どころとかも、はい、じゃああと3球にしようか疲れた了解っすあと3球ではいど真ん中めがけてはいよまっすぐ行きますおーナイスおーナイス今の今のはいお願いします、はい、おーナイスおーナイスオッケー35はいラストラストはい力まないでバランスよく、はいおーナイスおーナイス34よいしょはいということで、はい、どうでしたか投げてみて緊張しましたか緊張しましためちゃめちゃ緊張してちょいつものピッチングってはいかなかったんですけど、うんうんうん、ただまああの指導いただいて、うん、自分が直さなきゃいけないなっていう思ってるポイントだったので一瞬で佐々木さんにいや間違ってなくてことです、はい、だからまあ今はねちょっとコンディションもそんなに高くないっていうところで投げた中でやっぱりみんな強い球投げようってねそれはスピードはそれは出るに越したことないけどそのスピードを出そうとすればするほど絶対遠心力使い出すから肩開いて手離してここでガッて投げたら確かにスピード上がるかもしれないけど絶対肩肘に負担が大きくなるのとボールが見やすいっていうところもあるからその出ることにはいいんだけどねだからやっぱりそのさっき言ったようにやっぱり回転に頼りがちだから、はい、で若干サイド気味になるから、はい、それで多分変化球とかも曲げたいとかって思うと、はい、そこ下ろした方下ろして横にした方が曲がるからね、はい、でも曲がるけど曲がるのが早かったりとかよく大谷の40何センチ曲がってるっていうけども あれは曲げようと思ったら俺は曲げれると思う誰でも、はい、でもまっすぐに見せてなかなか曲がんないのにあの40何センチ曲がるのがすごいところだ、うん、だから曲げようと思ったら曲げれると思うけどそしたら緩くなるし相手のバッターにも分かりやすいから見逃されちゃったりとか打たれたりするからでも最後のやっぱ、ま、回転に頼らないでキャッチャーの方に向かいながら前に行ってやると自然に手はなかなか見えなくなるしで何も気にしなくても近くしか絶対通らないよね、うん、でその中で曲げていくとやっぱり最後 のスライダーとかもまっすぐ来て曲がるからただバッターはより見にくくなると思うあとはそのボール球振っちゃったりとかだからその正しいフォームの中での自分のポテンシャルをしていくと球速じゃないクオリティの高さが出るからそしたらもっと肘とか肩のコンディションも上がればもっと軽く投げてももっと出ると思うだから今は一生懸命投げて150キロある。そうですね。もう死ぬほど腕振って。そしたらもう、でそれはいわばスピードガンコンテストになってる、はい。そのスピードを出すための競技になってるから。でも野球っていうのはバッターを打ち取るための競技だから、ピッチャーっていうのは。正直100キロでもノーヒットノーランしたら、それは素晴らしいことだし、160キロ投げても10点取られたら、それはいいピッチングじゃないから。だからそこをやっていくと肩肘も負担もかからないし。はい今はコンディション悪かったらバランスだけはちゃんとしてやっていくとで手抜こうとするとどんどんこうなるから
そこら辺のこの姿勢をしっかり保ってやるともっと肩肘負担なく投げれると思うんで、やっぱね、横から出てるのもあり、うん、ちょっと肘も痛かったんですけど、まあ、この自分の体の近くを通ってきてっていう時は明らかに負担は減ってる感じは。でしかもこのラインから、ね、逃げていかないからね、はい、でしかも手のこと言わなくても、うん、意識しなくてもそこのフォームのバランスとこの体重のだけ気をつけたら、うん、そこしか出てこないから、はい、ここ気にしだすととんでもないことになるからね。結構意識だけで、そうそうそう、だからもう俺の基本的な考えは利き手はシカトっていう、右投げだったら右手を意識しすぎると絶対イップスになる、うん、ここばっかり気にして、だからそういう動きしたらそこしか通らないように教えていけば、あと強く振ることだけ考えたら手なんて考えなくてもそこしか通んない。でそしたらイップスにもなりにくいし、コントロールミスも減ってくるし、正しい動きの中肩肘の負担も減ってコントロールが定まっていくっていうところが俺はもう理想的だと思うから、俺はどのポジションの人にも右手なんて言わない。俺が出してほしい角度と出してほしい軌道を通るようにその前までのアプローチで完成する。そしたらあの簡単じゃん、正直さ難しくない、いろいろ考えちゃう、ね、こんなこれがこうとか、それはレベルが高くなればなるほどできるかもしんないよ、ダルビッシュとかだったらできるかもしんないけど、そんなの難しいからね、でしかもそれをその確かめる機会とかもそんなね安価で買えるわけでもないし、そうするとあのそのビデオで見ただけでチェックができるから、そこら辺を気をつけてやってもらうと、もうちょっとその球速とかそういうんじゃなくて質の高い球投げれるようになるんで、そこはまあ頑張ってもらいたいかなっていうところと、はい、今後はどうするんですか。一応自分の目標は155を投げることなので、うん、とりあえず肘のコンディションも上げながら、うん、まあ、今ちょっとおっしゃってもらったと言われて、うん、直していくというか、そこ意識するだけで肘の負担減った感じはすごいしたので、うん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 、それを取り入れながらちょっとやっていって、だからキャッチボールからそういう感じやって、はい、じゃ次155出たらもう一回連絡してもらっていいですか。分かりました、もう間違いないコンディションも良くなって、はい、そうですね、155出たら、はい、で出ましたって連絡してもらっていいですか、はい、分かりました、そしたらまた来るんで、はい、はい、連絡します、はい、今日で、今日ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございました。どうでしたか、投げてみて。あのやっぱキャッチングが、はい、うまいうまい投げてて気持ちいいっていうのがまず率直な感想で、まあ、ずっと投げれば投げたいんですけどっていうぐらいの感じでした。どうですか、一応指導もいろいろもらってましたけど、はい、実際指導前と指導後で自分の中で何か変わったこととかってありました、はい、練習の中で意識してる部分とも近い部分がすごいあって、それをまあ何球かですぐに見抜いてくれたというか、それをまあ言語化してくれて分かりやすく伝えてくれたので、かなり意識はしやすくて、で、まあ前後で明らかに後の方が僕の感覚の中にも取り入れやすい部分もあったし、球質だったりだとかその負担の減り方っていうのも変わってきたのかなっていうふうに思います。今後の目標としては球速155キロ、そうですね、はい、プロ野球とかも目指して、それ行きたいですもちろん。じゃあ、次は155キロだった段階でまた、はい、また連絡します、はい、ご質問ください、はい、はい、期待しております、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、失礼いたします、ありがとうございます。